皆です今日はファルクニーベンの F1 プロというナイフをご紹介します。タラーン見てくださいこの高級感かっこいいですよね。この F1 プロはナイブズシップフリーで買ったんですけど買う時に同じ F1 プロでこのナイフとシースだけっていうのと このなんか高級な箱に入った箱と、あとこれ砥石なんですけど、この砥石もついたこうプレミアムパッケージ版っていうのがあったので、まあね、なんかかっこいいんでこっちをね、ポチってしまいました。これが砥石ですね。DC4。こんな感じの、こっちが黄色い方がダイヤモンド砥石、でこっちがセラミックの砥石みたいですね。まあ、普段は使用しないと思うんですけど、小さくてすごく軽いので、 キャンプとか外で緊急上に持っていくようにはありですね。このファルクニーベンというメーカーはスウェーデンのナイフメーカーなんですけど、実はブレードのほとんどを岐阜県関市にあるハットリハモノさんが作っているようなんですよ。いやーすごいですよね。これ本当日本の誇りだと思います。この F1 シリーズはスウェーデンの 空軍で採用されてるらしいので服部濱野さんが空軍パイロットの命を守っていると言っても過言ではないですねこのシースはザイテルという高性能ナイロン樹脂という素材で作られていてとっても丈夫らしいですやっぱり軍に採用されるだけあってシースも抜群の強度を誇っているんでしょうかね僕はパラシュートで飛行機から飛び降りたりしないので、まあ、そんなに強度はなくてもいいんですけどすごいこのシースかっこいいんですよね シンプルだけどこうデザイン性があってすごく好きですね。唯一ちょっと気に入らないのはこれ。ここなんですよね。この止めるやつ。これ、あの、取り出すとき、やっぱりこうね、邪魔なんですよね。 まあ多分この素材的にそんなにこれがね切れちゃってっていうことはあんまりないとは思うんですけどやっぱりこう気になりますよね出す時にこういう紐があるとあとこのボタンのところで止めるんですけどこれすごいきついんですよきつくて結構ね止めづらいんですよね割とこう両手でグッと引っ張りながらうまく締められない こういう感じでね。締めないといけないので結構ね。やりづらいんですよ。まあぶっちゃけ、あのこれ自体なくてもいいかなって思います。取り外しがね。できたらいいんですけどね。これなんか完全にくっついちゃってるんで、あの取れないんですよね。なので、まあこれがまあ若干使いにくいかなと思います。あのまあ、ただね。その空軍のパイロットがあの使うっていうことなので、まあ、やっぱりこれはないと。あのものすごい g がかかった時にナイフだけがね。 こう飛び出しちゃう可能性があるので、まあ、そういう意味ではあの軍採用っていうことだとこれはまあ必須かなと思いますけど軍隊とかじゃない人であれば、まあ、これいらないんじゃないかなと思いますね。これ外せると100点なんですけどね外せないんですよ。まあ、そこだけちょっと気に入りませんがあの全体的にこの見た目かっこいいですしこのねザイテルっていう、まあ、プラスチックみたいなんですけどこの素材もね非常に強いっていうことで非常にかっこよくて気に入っています。 これは F1 プロというモデルなんですが F1 というモデルの方がまあ元祖というかスタンダードです。プロとの大きな違いはこのヒルトのと、とあとグラインドですね。スタンダードの F1 と比べれば一目瞭然ですがプロモデルにはこのガードというかヒルトがあります。これある方が僕はかっこよくて好きですね。 ナイフとしてだいぶやっぱり違うのはグラインドですね。このグラインドはえっと両方コンベックス、ハマグリーバーであることには変わりはないんですけども、この F1 Pro はグラインドの始まる位置が結構低めなんですよね。スタンダードの F1 の方はもっとかなり高い位置からコンベックスが始まっています。これがグラインドの違いは結構大きいですね。 あと、スタンダード F1 のハーツは 4.5mm に対して、このプロは 5mm なので、0.5mm の違いですが、0.5mm プロの方が分厚いです。スタンダードの F1 と比べると、このベベル部分がかなり肉厚なので、頑丈だと思います。これだけ分厚いにも関わらず、さすが日本人が作ってるだけあって、めちゃくちゃよく切れますね。さすが刃物の町、関市の服部刃物さんが作ってるだけのことはあると思います。 完全なフルタングではないんですけど、少しハンドルの中をこうテーパーしていますが、グリップエンドのところまでタングが来ているので、かなり丈夫です。フィンランドやスウェーデンなどの北欧メーカーが作るナイフは、ほとんどがフルタングではなくて、タングはハンドルをこう覆っている、こういうタイプが非常に多いですね。地域的に北欧ってすごい寒いので、なるべくこう金属部分が手に触れないようにしてるみたいですね。 ハンドルの素材はサーモランというプラスチックとゴムの中間みたいな樹脂でできています柔らかめなプラスチックというか硬めなゴムというかまあそんな感じですねあの触った感じは結構硬い感じ本当にあのタイヤみたいな感じの硬いゴムのような感じですねやっぱりさすが空軍モデルだけあってシースも含めてすごい軽量なんですけど丈夫な素材を使ってますね ただ、空軍のパイロット向けに作られているので、小型であるっていうのはまあ納得できるんですけど、それにしてもハンドル結構薄いんですよ。なんかこう、フォールディングナイフ折りたたみナイフみたいなぐらい薄いんですよね。のなので、グリップ力を増すために、チェッカリングっていうんですかね、これが入っています。 でこれ素手だと結構思いっきり握るとちょっと痛いくらいですかね、まあ、基本軍人は手袋をすると思うのであんまり素手で触るってことはないとは思うんですけど結構素手であの長時間触ってるとちょっとこう痛いかなっていう感じはありますね。 僕みたいな日本人でこう小さい手のやつが握っても結構薄いって感じるので軍隊の屈強なソルジャーたちからするとこのナイフはきっと小型のフォールディングナイフみたいな感覚なんでしょうね。まあ、パイロットのお守り的な感じですかね。鋼材は「ラミネイティッド c o s という名前で COS っていう鋼材を 420J2 という 鋼材でサンドイッチした3層構造になってますファルクニーベンの多くのブレードはこのような3層構造になったサンドイッチ鋼材が使われていますでその理由はファルクニーベンの公式サイトによりますとサバイバルナイフとして使う場合は通常よりもハードな使用を想定するのでより頑丈に作らなければならないとなのでこのサンドイッチ鉱材の方が1枚の鉱材から作るよりも20%以上丈夫になるということだそうです ちなみに、えっと、外側の 420J2 という鋼材はステンレスで錆びづらいので、こう錆びやすい COS を挟むことによって、ブレードの切れ味は保ちつつ、ナイフ自体を錆びにくくしてるっていうのもサンドイッチしている理由の一つだそうです。動画をご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画がいいねと思っていただけた方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon! バイバーイ